ルイス・ルーカス・アルカラス・ゴンサレスは、スペイン・グラナダ出身のサッカー指導者。守備的な戦術を用いる。グラナダ CF にて監督業をスタート。2001から02シーズン、レクレア・ティーボ・ボエルバをプリメーラ・ディビシオンへ昇格させ、翌シーズンは降格となったが、コパデル・レイ準優勝を果たした。2003から04シーズンに、ラシン・サンタンデール監督に、就任。 2005年2月に解任されるまで務めた。2005から06シーズン、セグンダ・ディビジオンのヘレス・シーディを6位に導く。2006から07シーズンは、レアル・ムルシアを昇格させた。しかし、翌シーズンは補強の失敗もあり2008年3月に解任となった。2008年11月、プリメーラで低迷するレクレア・ティーボの監督に、復帰するも、再開での降格となった。 2011から12シーズン、UD アルメリア監督に復帰したが、2012年4月に途中解任。2013年1月、グラナダの監督に復帰し、見事残留に導いた。2014年10月21日、レバンテ UD の監督に就任した。アルカラス就任時のレバンテは降格圏の19位に沈んでいたが、チームを立て直し、 最終的に14位でチームを残留に導いた。しかし、翌2015から2016シーズンは、序盤から苦境に陥り、第9節時点でわずか1勝という極度の不振に陥り、第9節のレアルソシエダ戦に0から4の大敗を、喫した直後の2015年10月25日に解任が発表された。2016年10月4日、 パコヘメスを解任したばかりの古巣グラナダ CF の監督就任が発表された。グラナダでの指揮は通算3度目。監督就任時からチームは再開に低迷していたが、就任後の第8節から31節までの24試合で4勝6分14敗という成績で依然としてチームは降格圏の19位に位置するなど、チームの立て直しは叶わず、2017年4月10日に、 成績不振により解任が発表された。ありがとうございます。